か手強いな。汚らわしいものは全部お前の前から排除する。君のためなら命も惜しくない。もうダメだ。なかなか手強いな。くそ。勝利の栄光は好きだ。妙な予感がしたからだ。そう、私は氷彫を利用して君に奇襲を仕掛け、月経祭まで閉じ込めておくつもりだった。だが、戦う君の背中を見ていたら、呪文を唱えることができなかった。君にはなぜか盟友にも似た親しみを感じることがある。だがこの私がたかが感情に惑わされるなど、己を軽蔑したくなる。魔術師に関する秘密は全て教えた。君がこれ以上魔法塔に残る理由はないだろう。場所を変えよう。興味深い質問だ。君は私の何が知りたい？
質問が多いな。尋問のつもりか？私は知り合ったばかりの人間に対して自分のことを洗いざらい喋る趣味はない。君は危険すぎる。私がなぜ長く生きられるかと聞いたな。そうだ、私はすでに100年も生きている。私も初めはごく普通の魔術師だった。私も他の魔術師のように自分の力を制御できずに表彰と化すはずだった。だが偶然が重なったおかげで私は幸運にも災難を乗り越え、今日まで生き延びることができた。私には盟友がいた。その者の顔を見たことはないが、私が絶体絶命の状況に陥るたびに手を差し伸べてくれた。あの人がなぜ私を助けるのかはわからない。でもいつも私が気を失う寸前に現れる。今となっては声さえ思い出せないが、手を握られるたびに感じていたぬくもりなら今でも鮮明に思い出せる。あれはあの人特有の他にはないぬくもりだ。妙な話だということは分かっている。それに詳細を聞かれたところで答えることもできない。私は、あの人の性別さえ知らないのだから。あの人は私に顔を見せたくないようだったが、私が生きていれば、いつか会える時が来ると約束してくれた。私を救い、私に影響を与えた人。私の人生はあの人がいなければ成り立たなかった。私の欲望はおそらく生存だろう。生きていなければあの人に会うことはできないのだから。しかしこれも叶わぬこととなった。月経祭に命を捧げると決めたからな。
姉ちゃん。そこの素敵なお姉ちゃん。アロラと一緒に朝ごはん食べない？素敵なお姉ちゃんとアロラで美味しいものを食べるの。本気か？彼女も魔法党旧跡の一人だぞ。今はそんなにお腹が減らなくて。シーラン様に言われたんだ。アロラは氷鳥をしっかり食べてからじゃないと他の食べ物を食べちゃいけないんだって。氷鳥も美味しいし、アロラは好き嫌いしないの。でも氷鳥を食べるとお腹が痛くなるから、他の食べ物を見ても食欲が湧かなくなっちゃって。どうしたの、お姉ちゃん。アロラ、なんか変なこと言った？大丈夫だよ。だってアロラ、毎日食べてるもん。アロラは食べることが大好きなの。アロラは魔術師になったから、自由に食べていいんだ。だからとっても嬉しいんだよ。食べきれない分は素敵なお姉ちゃんにお裾分けできるから、無駄になることもないでしょ。アロラ様、お早めに朝食をお済ませください。シーラン様からのご命令がございます。あれ、また氷鳥を食べに行くの？でもアロラ、昨日行ったばかりだよ。いつもは一日おきに新しい任務をくれてたよね。今日はホレスの番だが、彼は今動けない。郊外に強烈な魔術の波動を感じる。巨大な氷鳥の群れが、あの辺りを犯しているのかもしれない。この任務をこなせるのは、旧跡の魔術師だけだ。
アロラの魔力はもう不安定になり始めている。大丈夫、食べ物があればアロラは嬉しいもん。じゃあ行くね。今日のごちそうは表情だ。ラララララ。アロラ、君は体が弱い。馬車に乗れ。Thank you.